4月2日金曜日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて331円75銭高い 29,720 円62銭でした。トピックスは 11.12 ポイント高の 1968.76 でした。東証一部全体の6割にあたる1355銘柄が上昇、下落したのは全体の 33%、 725銘柄ということで、上昇銘柄の方が多く指数もしっかりというのが午前中の東京市場の動きでした。新興市場マザーズ指数が 3.35 ポイント 0.2% の上昇、日経ジャスダック平均株価は9円と62銭高 0.2% の上昇ということで、4指数とも上昇しました。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は昨日からさらにレンジを切り上げての推移、続伸となっています。ただ午前中の段階では3万円に近接したということもあるのかもしれませんけども、やや上髭を引いてのロウソク足となっています。つまり3万円にトライ仕掛けましたが、さすがに今日は週末、しかも雇用統計を控えている金曜日であります。なかなか午前中段階から一気に上を目指すのは難しいということで、やや上髭を引いて、押し返されて午前中の取引を終えています。それでも 29,720 円、3万円まであと280円というところまで迫ってきました。こうした相場を牽引しているのは昨日に引き続きいわゆるハイテクですとか半導体関連銘柄であります。例えば8035東京エレクトロン、ちょうど日経平均と同じようなロウソクになっていますが、高いところをトライして押し返されている、押し返されてはいますけども、昨日の株価水準から比べると窓を開けて伸びていますし、昨日も一昨日に比べ窓を開けていると、連日のように急峻なかなり急角度な右肩上がりになります。今日株価はついに5万円台、5万と340円となりました。一方で銀行株ですね、例えば8411みずほフィナンシャルグループ、アメリカで金融市場の波乱要因とされているのがアルケゴスの追証マージンコール問題でありますが、みずほも実は損失があるかもしれないと、そうした名前が報じられていました。さらにアメリカを見ますと長期金利の上昇がやや一服しているということで、銀行株このところ直近、特に今週は投資妙味、投資するインセンティブがやや薄れていると、そういうふうに捉えられているのかもしれません。今日は金融株はなかなか振るわない午前中の動きに対して、ハイテク半導体株などがしっかりということで、ハイテク株の影響の大きい日経平均株価午前中しっかりで終えました。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。